吉田選手チキータから入ってきました。これも強烈です、はい、バッターとしては、はい、はい、うん、まあ、ピッチャーも、はい、うわー、これはすごい、はい、これが今の卓球の醍醐味ですね。ここはしっかり決めていきました。増やしていくと良さそうですね。これはすごい。これは打球点が速い、素晴らしい。第1ゲーム11対4で吉田選手が、ここ粘っていきました。あのバックハンドですね、はい、そうですね、サービスを巻き込みに変えてきましたね。ここは打球点速いところで巻きましたね。先を置くということですね、はい、やっぱり質を落とさせることが重要なので、はい、まあ、簡単にはミスしないです。このちょっとサービスが浮いてしまいましたね。ここはしっかり決めていきました。今度は長くいきましたけれども、同じサービスから行きましたね。ここは取りました。そうですね、第2ゲーム11対9、はい、高木選手が取り返しましたね。ここも来ていった、ナイスボールです。ナイスコース、ここも吉田選手の方が先にフォアに行きます。早く狙っていきました。第3ゲーム11対8で吉田選手が取りました。これもいいコース、エッジで張りました。もう予測できるんですね、まあ、それだけ質の高いボールが、はい、さあこのバック対バックから吉田選手の方が先に仕掛け、
これはすごい。素晴らしいですね。いや、吉田選手非常に素晴らしいんですけど、もう見切ってるんで、最後は連続攻撃決めていきました。第4ゲーム11対4で吉田選手が、まあ、圧倒的な攻撃力で